お前マジで言ってんの？これはちょっと訴えましょうか。はい、どうもこんにちは、カネです。さあ、八神天守リベンジしに来たんですけど、あのね、練習してね、まあ思ったことが、まあ一つありまして、あのね、あんまりこういうことを本当は言いたくないんだけど、あのね、こいつはね、マジでね、なんだろう、そう思うんですよあんまり言いたくないんだけど、こういうこと、まあこいつの技って、まあ基本的にすべての技が一気に必殺なんですけど、まあルコディオラ、まあ前々回に行ったルコディオラもまあそうなんですけど、あのね、ルコディオラは結構ね、メリハリがついてるんだよね。まあ一つ一つの技に結構ね、だからちゃんと攻撃をまあ避けれれば、ちゃんと攻撃の隙もできますし、まあまあそうなんだよ。で、こいつは、まあそうじゃないと。これだけは違うと。なんかね、ノーモーション攻撃がね、本当に多い。ノーモーションの攻撃が多すぎる。この辺とかもノーモーションなんですよ。まあ偶然避けれてるけど、この偶然をいかに引き当てられるか。そういうゲームになっちゃったね。本当に。あとね、この鼻の付近にいるとね、見えないんだよね。まあこれはね、だいぶね、避けれるようになった。この技は。この技ね、だいぶ避けれるようになったんだけど、気抜くと当たっちゃうんだよね。あとね、なんかね、練習中ね、イマシしようと思ったらね、イマシの、ボタンがね、効かない時があってね、ちょっと困ってるんだよねそれで死んじゃったりとかしちゃってるんで。あとね、こいつね、あれどこに立ち位置がいいのかよくわかんないんだよね、未だに。未だにわかんない。もう今の当たってないよ。今の避けれたじゃん。やべえな、やべよ。さあ、緊急回避だったから避けたと思うものの、あれも結構ね、タイミングがね、なんかバラバラなんだよね、本当に。ああ、いろんな技結構バラバラなんだよね。だからバラバラじゃないんだと思うんだけど、なんか俺だけなんかそう感じてるだけなのかもしれないですけど、なんかね、バラバラなんだよね、いろいろと。怒ってる時と怒ってない時でなんかバラバラだったりとか、結構そう感じるんだよね、俺は。まあ実際そんなことないんかもしれないけど、いや、なんかとにかくね、非常にやりづらい。本当にね、やりづらいんだよ。あぶねー、なんかね、今完全にあった、なんか変な表示にね、殺されかけた。これこの表示にね、ちょっと殺されかけたねこれもね、結構当たるんだよね。これ突然してくるから、これもノーモーションなんだよ。本当は最悪だよ。これが一番最悪なんだけど、怒ってる時に飛びかかりからの尻尾ブンブンだけはやんないでほしい。この花ね、止まってちょっとしたら花が咲かすから、まあ、それのなんだけど、まあ、それに、だからそのタイミング結構ね、なんだろう、バラバラなんだよね、個人的にね。なんか一定じゃねえんだよ。だからね、なんかやりづらいんだよね。だからとにかくね、緊急避けづらいし、やりづらいんだよだからね、個人的にね、ちょっとクソモンス化してますね。申し訳ないけど。
あと変なところにね当たり判定あったりとかね、今の技とかあの竹の回転なんかね結構範囲広いんだよね。うん、あと困ってるんだよこれ、ね、一撃必殺なんだよ全部。超越地域の状態でも何食らっても一撃必殺なんだよね、睡眠以外は。まあ、こんなのはもうまあしょうがないけど、何ですか、あの尻尾ブンブンとかこれとかですね、これもワンパンなんだよね。やばくない？いやルコリオラは一応超越地域状態だったら耐えたんだよ。まあ、ルコリオラはね、何だったっけ、ほとんどの技にあの竜属性のあれが入ってるんで、まあ、竜耐性を上げることで、まあ、威力を緩和させることができる。もうほんとこれとかさ、おかしくない？ノーモーションだもん、うん、ノーモーション技多すぎ。ちょっと待って、あのね危なかった今のマジで。開幕のあれ、開幕の映像のあれになるとこあったわけ。危ないな、危なかったわマジで。まあ、あの技とはちょっと違うんですけど、あれマジおかしいよね本当にさ。なん？開幕のあの映像もあれですけど、今回のこれもあれだからねマジで。だって入った子を担任殺されるとかさ、マジでうんこの極みですよ。さあ違うじゃん、来た瞬間に殺されるのはちょっと違うじゃん。それねやっちゃいけない、お前ねやっちゃいけない、禁忌を犯してるんだよ、うん、禁忌だよ本当にマジでっていう感じで、ちょっとねかなりねテンションがねやられてるんですけど、だって強いんだもんマジで。全然置けれないし、なんかね集中力とかっていう人間の問題だわマジで。なんか運ゲーしてる感じ、うん、これとかねマジでね確実に派生する技とかないからね。これはちゃんと、あとね危なかった、場所的に当てなかったけど、あんな普通当たるからね。でもね、最初花が止まる瞬間を見計らないといけないから、多分見えるようにしないといけないんだよね。これもね、なんかまあ、なんか急になんか後ろ向き始めたら、自分の方向に足を、後ろ足をね、抜けるようになってきたら、まあやってくるんですけど、あとこの技。この技もね結構突然やってくるから避けれねえんだよな、うん、結構ね広い範囲に尻尾の広い範囲にあるんで、あの技もあれはいわゆるあの根性貫通技ですね、うん、あの打ち上げられて鉄砲みたいに打ち上げられるやつね、あの怒り状態でこの技だけは本当にしてほしくないね。あ、運ゲーだから、うん、狭い枠とかやられたらあの尻尾ブンブンでもう当たっちゃっても無理みたいな、うん、これはもう確実に避けれるようになっておかないとあれですよね。いや完全にもうキル好きなんで、これも避けて当たり前ってなる。あとこれも避けないといけないね。だからさ、もうやめてよそれ。まあといった感じでね、マジでねちょっと勝てるかわからん、ルコリオラより正直ねわかんねえ、うん、正直な話言うとルコリオラよりはちょっと強いかな個人的に。うん、なんだろう、うん、ルコリオラより強いね個人的にね、うん、ちょっとマジでさ。あとね、これ地味にフィールド狭いから、このルートが去るとね、逃げ場所ないんだよね。まあ、さっきみたいに避けれないこともないんですけど、まあちょっとリスキーなんだよね。うん、当たったらおしまいだし、あとね、避けるタイミングで、
あの青色のあれで。ねえ、もう本当にさ、あの本当タイミングずらすのやめない？いつもあの避けるくらいのタイミングでパッて出るんですけど。お前その当たり判定おかしいだろう。マジでおかしいわ。あーもうダメダメだ、もうあじゃあ突破口が見えない。まあ強いっていうのもあるだろうし、ダメだ。なんかもう放送事故レベルで俺のテンションとかも死んでるし、あれなんだけど今回これで終わるわ、うん、ダメだわ。ちょっと、いやちょ考えないとダメだな、今回はこれで終わりたいと思います。